ネバーセでは考えるキックボクシングを推奨する TK チャンネルです。お願いします。はい、ということで今日はですね、お返しのローキックね、やっていきます。で、まあ、お返しのローキックね、中でも、まあ、接近したローキックをね、蹴っていった方が、まあ、当たりやすいですよね。当たりやすいので、そのね、まあ、近い前でねローキックやると思います。はい、ということでね、今日お返しのねローキックを、まあ、やってるんですけども、今回は近いところでねやりましょうっていう話ですね。で、まあ、これはなぜかっていうと、まあ、遠いところでね、まあ、ローキックは、お返しのローキックは出ると思うんですよね。まあ、上にこういうふうに意識させてから回り込んで、ね、ローキックね、パカッとね、パッ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 とローキックはね結構やりやすいのかなと思います。ただね、これが、まあ、初心者から中級者になってくると当たりにくくなります。っていうのはね、やっぱガードもね、しっかりとできてくると、ね、いくら上に集中してもね、させても、意識させても、回り込むっていうこの動作の時に、結構ね、見破られてしまいます。で、カットされてしまうんで。ね、だから、こういったね、ポン、ポンっていうね、ローキックとかね、パーン、パーンっていうローキックっていうのは、なかなか、中級者以降は入んないんじゃないかなと思いますし、逆に言うとね、こういう長いローキックを入れられてしまうっていうのは防具に関してはまだね、初心者のレベルじゃないかなと思うんで、まあしっかりと、ね、カットするんですけど、まあ要するに大きな動きなんで、大きな動きです。遠くからやるので基本的には当たりにくいって話で、じゃあ近いところで、ね、やりましょうってなので、まずね、近いところでやるときに今回はパンチがね、当たる距離、一歩踏み込めば当たる距離とか、ガードしてね、パンチの距離の中でやっていきます。で、その中でも、一歩踏み込めばパンチの距離の中で、こっちに踏み込んでね、ローキックっていう手段もあります。ね、前に踏み込んで、こっちにね、外側に踏み込んで、これ結構ね、当たったり入りやすいんです。これ今回はこれは置いといて、少しこっち側にね回りながら蹴るっていうところを、ね、にシフトします、ね、要するに、後ろから見ると、ね、パンこういうふうなローキック近いところね、パンツの近いところでローキックじゃなくて、ね、こっち側で、ね、こっち側でローキックをする感じで。で、まず近いところのローキックはスナップっていうよりも足を棒にして蹴った方がいいです、うん、もちろんスナップでもいいんですけども、やはりこのタイムラグがあるんで、そのままね、足振った時にも当たっちゃった方の方がいいと、あとはこう打った方の方が効くんですよね。ガツンってね、バットで蹴ったような感じなんで、スナップでパチンっていうよりもドーンね、蓄積系じゃないですね。もう一発で当てるってダメージ当ててるんで、棒で蹴る感じです、ね、で、まずね、ちょっと亀のガードからね、亀のガードからよく見て、ちょっと回り込んでドンですね、一歩ドンドンね、ドンドン、こういうふうに打ち下ろす必要はないです。打ち下ろす必要なくて、すねでガツッと当てればいいです。すねがガツッとね、ここはガッツッと当てればいいんで、スナップしたり、こうで当てるんじゃなくて、すねでゴーンと当ててください。ね、はい、もう一度、亀からプッシュして、ドン。ね、亀からプッシュして、ドン。ね、亀からプッシュ、ドン。ね、で、打つときに、こうならないですね。普通のローキックはこう遠くからね、こうやってここは蹴ってもいいけど、ね、近くだとこれでやられちゃうんで、ポーンって、ね、パンチの距離なんでね、パンチが当たるところでこうやってで倒れやすくなっちゃうんで、必ずくの字で体を、ね、曲げて打つ、くの字で打つ、ね、くの字で打つ、ね、はい、それを気をつけてください、ね、はい、で、まあプッシュですね。でガードからね、かわして、こうかわして、こうかわして、かわして打つ、
ね、ガードからかわして打つ、ね、どっちでもですね、かわして打つ、かわして打つ、ガードから、ね、パンチ打つ、パンチでプッシングパンチで打つ、ね、左フックで少し体勢崩して打つ、ね、こう打って体がね、こう少し体勢を崩させて打つ、ポン、ね、というまずは大事なのは亀のガードがしっかりとできる、もしくは短距離のパンチをしっかりと目で見える、下向かないことです、まあ、その練習にもなるから逆にやった方がいいですね、うん、最初って、まあ、話変わっちゃいますけど、ガードをした時に亀の時にこっからパンチって返せないんですよね。それはこの亀のガードを崩すか、手を、ね、出しちゃうと、だから怖くて出せないじゃないですか。でも亀のガードをしたまま蹴りだったらどうですか、少しはできそうですよね。そう、それをやってください。そうすれば亀のガードの中から見る癖もつくんで、亀のガードの中から見る癖ができればパンチも出しやすくなるから、ね、一石三鳥ぐらいありますよね、うん、ね、まあガードを見ながら打つ練習、まあ、ガードを見れるようになるという練習になるのでぜひやってほしいですね。もちろん最初のね、まあ、パンチ遠くからパンチ打ってこうね回り込んでローキックっていうのもいいんですけど、それはもうね、すぐできるんで、ね、どちらかというと難しいっておかしいけど、ガードの中から近い距離からローを当てるっていう、奥足のローを当てるっていう、ね、その方のが距離が近いから当てやすいんですよね。でスナップじゃなくて棒で蹴ればダメージも与えやすい、うん、だから一発でもやっとできればちょっと展開は変わりますよね。当たりやすいから、逆にこういうやつでね、当てにくいやつをボンボン蹴ってってカットされたりしてバーンね、カットされたりしてすねいたみたいな意味ないし、まあレガースしてるとええね、ということでね、まあ、近い距離でガードしながら今回は、ね、外側に踏み込んで蹴るっていうね、この字のまま蹴れるか、この字のままプッシュして蹴れるか、この字でガードしてかわして蹴るか、外して蹴るか、ガードしてプッシング的な、パンチ、ね、相手をバランス崩すパンチから蹴れるか、で蹴りはくの字、スナップ効かせない、ボー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 、ね、こういう形で棒で蹴れるようにして、はい。ということで、まあ少しね、難しいかもしれないんですけども、まあ、イメージとか意味はね、分かると思います。ね、もちろんね、あの初心者の、ね、方はね、そういったローの、ね、打ち方を教えてもらえると思います。もちろんね、うちでも最初はね、遠くからね、例えば上に意識させてからね、ローキック、奥足のローキックっていうのはまずはね教えますけども、それが入んなくなった時にじゃあもう奥足は蹴れないねじゃなくて、ね、近いところで蹴ることが基本的な奥足のね、まあ蹴りなんで、うん、基本的には近くで蹴るっていう方のが、大事です、ね、奥足は。だから近いからこそ難しいんですけど、近いからこそ当たるし、奥足はね、やっぱりね、ダメージ、ね、結構来るんで、ね、はい。ということでね、ぜひ奥足のローキック近めでね、最初は左回りからですね、時計回りですね、ちょっと外してね、やってみてください。はい。で、前回の動画でもね、お話しした通りに、セミナーをね、開催します。11月8日日曜日。はい。早速ね、応募いただいた方がね、結構いらっしゃいましたんで、ぜひね、お早めにお願いいたします。応募ね。あとはね、いろんなコメントとかね、こういうのやって、欲しいよっていうね、コメントもね、ぜひ
お願いいたします。あともう一個、YouTube チャンネル TKX チャンネルプレミアム、ね、登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、ね、それではまたね次回お会いしましょう。さよなら。